皆さん、こんばんは。キューニーFです。今日の動画は、増種です。新しい種を2種追加しました。ブリードするための増種ではなく、撮影するための増種です。近所のショップに動画の趣旨を説明したら、ぴったりなのがいるということで購入させていただきました。心よく了解していただいた店主さんに感謝です。ということで紹介していきます。まずはこちら。虹色クワガタです。普通じゃんって思うでしょ？なんとこちらは、サナギです。近所のショップなので輸送も私。なので、サナギの状態で購入です。そして、次の種を紹介します。ブータンアンタイウスです。こちらは、なんと、全幼です。しかもメス付きです。迷いましたが、メスもお迎えしました。しかも、このメス、幼室形成直後です。メスを撮影するかは、今現在決めかねていますが、一応撮影可能な状態、プラスブリードも可能というおまけ付き。今日は、撮影準備&人工幼室の作り方を紹介しようと思います。ではやっていきましょう。まずは虹色です。慎重に掘り出していきます。幼室の全貌が見えたら、サナギを取り出します。ここは、ゆっくり慎重に行います。くしゃみ一つで、サナギのスープが広がります。カトちゃん系のくしゃみする人は特に要注意です。なので、取り出すときには、まずは深呼吸です。無事に取り出せました。一旦、マットの上に保管して、人工幼室を作っていきます。のつもりでしたが、見せつけるようにアップで撮っていたので、人工幼室を作る前に先に紹介しておきます。虹色のサナギを見る機会がなかったので、初めて見るのですが、サナギの段階でキラキラしてるのには驚きました。すごいですね。では、本題に戻ります。人工幼室を作るのに使用するアイテムはこちら。園芸用スポンジです。これは、昆虫用品店ダイソーや、園芸店などで手に入ります。これを使って人工幼室を作っていきます。私の人工幼室の作り方は、あくまでも私の作り方なので、これが正解ではありません。私がいつも作っている方法を今日は紹介するだけなので、参考になる場所があればよし、なければ風雲って感じで温かく見守ってください。幼室の壁面に先っちょを当てて、幼室の横幅を測ります。多少の誤差はあってもいいので、大体です。その大体の寸法を決めるための厚紙ですね。次にヌギスを準備します。先ほどの厚紙の幅が測れればいいので、代用品でコンパスでも構いません。幅を測ったら、オアシスに印をつけていきます。
溶質の長さは一応は測りますが、長すぎても問題ありません。なので、測った長さよりも長めで作っていきます。さて、ここから掘り進むのですが、できるだけ深めに掘ってください。浅すぎると羽化するときにオアシスの上に出てきてしまう恐れがあるので、そこだけ注意ですね。次に全体を慣らしていきます。私は慣らすときに粉が舞うので、霧吹きをしてから慣らしています。この時、角度をつけるとか、そんなハイレベルなことは考えなくてもいいです。平らに作れば良いと思います。角度については、作った溶質を傾ければ、角度はいくらでもつけられますので、角度が一番大事な種以外はこれで良いと思います。次に、ケースに合わせてカットしていきます。角度をつける場合には、長さを少し短くするといいです。一応大体ですが、自然に作った溶質の角度に近い高さを、余ったオアシスで作っています。次に加水です。この時一番気をつけないといけないのが、水の温度です。冬の水は冷たいので、事前に温めておく必要があります。手っ取り早いのは、霧吹きの水を使うことです。これだと、部屋の温度と同じ水ですので、完成してすぐ入れることができます。もし、どうしても冷たい水を入れる場合には、少し時間を置いてからさなぎを入れてください。最後にさなぎを入れる部分の水分を拭き取って完成です。これで完成です。あとは羽化まで乾燥しないように水分確認しながら羽化を待ちます。長くなりましたが、続いてアンテです。こちらは人工溶質作成後からになりますので、撮影準備までをお届けします。アンテは全溶です。こちらが一番早く映像に残すことができそうな個体です。サナギと同じく慎重に扱わないといけません。入れたらこんな感じです。これを撮影用にセッティングしていきます。完成しました。あとは、いつ溶化してもいいように、ひたすら待つだけです。無事に溶化することができましたら、皆さんに溶化の瞬間をお送りしますので、それまでしばらくお待ちください。